マホロバ号は福岡県太宰府市が運行するコミュニティバスである。太宰府市内を結ぶ公共交通機関の整備を目的として1998年4月1日から運行されているコミュニティバスである。九州発のコミュニティバスで地方公営企業及び福祉バスを除くと福岡県内で自治体がバス運行に関わった初めてのケースである。新規路線開設や 西鉄バスの廃止路線の代替運行で路線網を拡大している。採算は取れていないが赤字分については市の予算から補填している。太宰府市が運行事業者に委託して運行しており、西日本鉄道がバス車両を使用して運行する路線と地元タクシー事業者の太宰府タクシーが地域サポートカーとして運行する路線がある。実際の運行については、 太宰府市氏から委託を受けている西鉄が、子会社である西鉄バス二日市に運行を委託する形となっている。このため、車両は西鉄が保有しており、乗務員は西鉄バス二日市に所属する。1、大佐の周りに、吉松周り3、水木周り4、国部周り5、茶田周り6、都フロー周り7、高尾周り無番、内山潜水場、 国分周り関ゼオン付近以下に2009年4月改正での状態を示す。正月3が日で財布観光のトップシーズンとなる1月から3月の土日祝日薄緑色に薄紫色の帯の塗装のマホロバ号専用車両が使用されている。導入順に番号が車体に表示されている。全車現営業所所属。検査や 修繕入場が重なり、車両が不足する場合、原営業所所属の星川丘専用の同系車両が使用されることがある。小学生以上は全区間100円均一。保護者同伴に限り、保護者1人につき用事2人までは無料。参考国土交通省の交通分野の新サービス情報内コミュニティバス地域サポートカー、車両バス路線のほかに、 高齢化率が高く境外路の多い地区と、太宰府市中心部を結ぶ、地域サポートカーと称する、乗り合いタクシーが3路線運行されている。太宰府タクシーが運行し、10人乗りの車椅子対応型1ボックス車を使用する。なお、いずれも現金、または沿線自治会で発売する、各路線専用の回数券のみ、利用可能で、西鉄運行のマホロバ号に使用できる。 乗車券や IC 乗車カードなどは一切利用できず、太財布市が発行する、補助利用券も利用できない。湯の谷地域線のバス停市中央部の湯の谷地区と、西鉄五条駅、市役所を結ぶ、2011年2月2日に運行開始、祝日を除く月、水、金曜日のみの運行である。運賃は150円均一、7枚綴りの回数券がある。 市街地北東部のレンガ屋地区と西鉄田財布駅、五条駅を結ぶ。2012年7月31日に運行開始。祝日を除く火曜日、木曜日、土曜日のみの運行。運賃は200円均一。6枚綴りの回数券がある。市街地北部の東間予地区と西鉄五条駅、市役所を結ぶ。2019年4月2日に運行開始。 2018年11月30日限りで廃止されたマミーズマホロバ号の代替として運行されている。祝日を除く火曜日、木曜日のみの運行。運賃は200円均一。関税温時計台の東隣にある関税団地と五条駅前にあるスーパーマーケットマミーズダ財布店を結ぶ。2008年11月19日運行開始。月曜日、水曜日。 金曜日の運行。マミーズが運行しており、白ナンバーの1ボックス車を使用する。運賃は無料である。2018年11月末に、マミーズ太宰府店が閉店となったため、運行終了した。代替として、翌2019年4月より、地域サポートカーが運行されている。例年九州国立博物館で特別展が開催されるほか、 ダザイフ成長アット等で開花する梅や桜の花見、学問の神様ことダザイフ満宮での合格祈願などで観光客が多数訪れ、交通量が多い。1月4日から10日ぐらいまでは平日ダイヤでの運行日であろうとも同様な渋滞が予測されるため注意が必要。マミーズダザイフお買い物サポートバスのサービスを開始しました。マミーズ通信。 2008年11月20日、ありがとうございます。